するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。当選局日本馬開始です。皆さん手配を開けてください。石橋さんの親が続いています。ドラは白、今回の手は3トイツ。まあ、とりあえず持っていきましょうか。はい、そうしましょう、はい、あ、一応メンツができて、ピンフか、ピンフですかね。まあできれば単品にしたいところですね、まあ結局いらないのはイピンかな。イピンから、ここで、1ブロック2ブロック3、4、5ってことで、おお、もうそんなに描いてるわけですね、はい、もう数万を1ブロックに入れちゃうんですね。はい、はい、一品からの1ブロックはまあいいかなと。今回は何が役でもないので、動く手ではなさそうですよね、今のところ。そうですね、これは動けないですね、さすがに、はい、うん、で、あの一応、僅差ではありますが、トップ目に立ったんですよ。あ、本当だ。いや、はい、16,300点、そのあたりも込みでどうですか？まあ そこまで気にしないです。あ、気にしない、はい、気にしないですけど、いや、ちょっと気にするかな。これで後手を踏んだ時に、あの、行きにくくなりますよね、やっぱり。と、結構トップが近いんで、この、あの、トイメンとカミちゃんのリーチには踏み込みにくいですね、位置だったり高そうな仕掛け、はい、ちょっと安全牌の意識も持ちつつ進めますか？そうですね。で、これはさっきは E ピンはね、E ピンから横に伸びても愚形しかできないんで切りましたけど、パーピンはチーピン引きがあるんで取っておきましょう、はい、もちろん単野もありますね。じゃあ自牌か、はい、でシャーかペーから切るんですが、変則手の人、どっちもおたかぜなんですけど、ここはシャーチャーでここはペーチャーですよね。でシャー切るかペー切るか、変則手っぽい人の方の風を先に切ります。おー、それはどうしてですか？これはですね、後々危なくなるのも危なくなるんですよ。やっぱりこういう人ってペイを1枚だけ持ってるとか、実際統一だったりとかもあると思うんで、主に本一ですよね、統一もそうなんですけど、はい、まあ、あの9万を切った人の方が、まあ、素直な手作りの可能性高いけど、第一弾中ちゃんパイ切った人っていうのは変則手のことが、まあ、ケースが増えるんで。じゃあ今回は、はい、ペーってことだ。そうですね。ペーから切りましょう。はい。どっちもただいらないように見えましたけど、そこの中にもちっちゃい差があって。そうですね。まあ、実際はそんな変わんないと思うんですけど。いや、でも大事ですよね。はい、そう、ビサの積み重ねって麻雀ですごい大事なことなんで。いや、上下にかなり今回は点差がつく形となりました、たくみ。はい。パーマンの後チューンって出し。なんか、よくわかんないですけど、単葉ではあんまりなさそうですね。はい。さあ、うちに寄ってきた。そうですね。で、一応単葉もあるんで、これは目いっぱいいきましょう。はい。はい。まあ、あの、素直にね、パーマ、あの、パーソーと何のシャンポンリーチとか、まあ、そういうのも想定しながら、しますね。カンサンマンもそうですけど。まあ、ただ、リーチかなり具形でもある。まあ、そうなんですけど、例えばサブロースを引いたら、何聞きますね。ダイヤオの単品系に、はい、3万をズバッと引いた時がちょっと難しいですね。その時は運送も何もパーピンもありますね。そうなんですよ。なるほど。 あれ、あー、 リ、はい、リーチのみだ。そうですね、まあ、はい、でも、4巡目でこの手だったらかなりいい手ですよね、これはもうね、どんどんリーチいっちゃいましょう、ね、変化待っても打点は上がんないし、赤引くかもしれないですけど、だったらもう先に、とにかくね、先にリーチしちゃった方が相手が来にくくなるんですよね。ただね、これローソー引きはテンパイ外したいですね。4-5-5ローで持ちたいってことですか？そうですね。これはどうです？これはまあ運送を切った方が、まあ、運送が自然ですか？はい、断面待ちになる可能性が高くなるし、受け入れも広いですね。サブロースを1枚ずつ、はい、一応ね、3個とかあるんですけどね、3個にするためには数万とか切らなきゃいけなくて、ちょっとそれは、しかも断面待ちになるはずなのをシャンポン待ちにしなきゃいけないとかなので結構ね、
あのストレートな打ち方ではないですよね。そうですね、基本は両面ですね。打点が特に必要とかそういうわけではないんで、うん、できるだけ両面待ちの可能性が高くなる、ね、サブロスを引いたらね、ウースを切ってるんでパースをいい待ちになりましたね。そうですね、うん、さあ早くもインシャンテになっています、うん、現状ですとどこか入ってもリーチの宣言をするとおっしゃってます。1枚見えましたね。あ、これは取っときたいな。3万がね1枚切れたので取っときたい、はい、どれいじります。ウーマン引きとかもあるんですが、あ、はい、これイーシャンテはねキープした方がいいと思うんですよ。なるほど、赤ウーピン切っててもリーチはした方がいいんですが、これウーピンくっつくと現状あのドラが1個もないのでドラ1個は欲しいんですよね、できれば、うん、ということでここは3万の受け入れを犠牲にしてもウーマンもあのさらに良くなるイーシャンテになるんですけど、ウーマンも犠牲なんですか。それに関してはスーピンもローピンもあるんでね、まあ、やだね、やだけど、リャンワンじゃないんですね。そう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 、サブロス引いたらまあリーチいっちゃいましょう、ね、なるほど、はい、シャンポンで、うん、先に赤ウーピンにできればくっつけたい、うん、あらリャンワン出ちゃったよ、見えましたよ。それでも行く、どれでも行きますね変わらない、ほい、あーこれはちょっとあ、これはちょっとね、これなんか後継にはなりますよ最後、はい、あ、でも二度受けか、うん、そうなんですよ。でね、この赤ウーピンがね後々危なくなるんで切りたいんですけれども、でも現状、役がリーチしかないということで、僕はこれは結構赤切ることも多いんですけど、うんうん、今回は二度受けとはいえ応じます、はい、もう一回想像崩していくパターンもあるってことですね、うん、はい、やっぱりね、リャンマンが1枚切れたのが大きいですね。ああ、あの1枚で、そう、あの1枚が見えてなかったらウーピンですか。ウーピン切ってたかもしれない、シャンポン待ちで、繊細な差ですね、うん、シャンポン待ちにすることはなくなったんですけどね、一応受け入れが増えてるんで。あとね、ウーピンでこれ3ピンとかチーピン引いてもね微妙なんですよ、うん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 、3ピンとか引いた場合は切ってくんですか。3ピンとか引いた場合は あの取っときます。取っといて、何外すんですか。ここ二度受けなんで、はい、選ぶ、この時点でどっち選びます、ダメそうな、うん、基本的にはサブローソーを払ってきますね。3層1枚見えてますもんね、うん、急層もね怪しいんですけど、うんうん、やっぱり基本的には端にかかる町の方がいいんで、これでもう絶対にサブローソーを払ってきますね、うん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 、まあこれでリッチですね。あ、はい、出ていっちゃうけれども、うん、まあ十分かと、はい、はい、では1です。はい、かけましょう、はい、リーチをかけます。でこれで日頃からね、あの赤ウーピンを切ってウーピンに絡む待ちをしてるとこれ数ピンとか大押しなんですけど、多分皆さん今考えてますよ、赤切りだ石橋さんだから黒ウーピンでの両面あるってみんな今思ってますよ、はい、だから結構全国がそういうね、一回でもそういうことやっとくと得なことはあるんですよね。赤って切るものなんだってやっぱ思いますよね、はい、実際関係ないですけど、はいはい、でも悩み増えますよね周りがね。うん、でもチーピン取っちゃいましたねサブローピンだけですね、はい、あとね、しかしこのサブロースっていうのはちょっとなんか良さそうに見えて実はあんまり良くない街ですね。え、そうですか。うん、なんか景色はいいんですけどね、良さそうだと思ってました、はい、まだ持たれてそうってことですか。切ってる方が切ってるからってね持ってないっていうわけじゃないんですよね、うんうんうん、3とか6とかって、うん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 、まあね、もう1枚あって、はい、リャンメンだったりもうメンツで使ってる可能性はね大いにありますけれども、早い段階でリャンメン固定したとかもあるし、うんうんうん、まあ今メンツで使ってるもありますしね。結構みんな引き気味ですね今回ね。そうですね、多分白が散らばって自分のとこにはなくて、あ、ドラがねそうなってる場合は確かに行きにくいですよね。皆さんそれでいい感じにあれれれれ、うん、また対面の方がおやおやっていう、ヤンワンって何、はい、あ、スーワンのワンチャンスか、ワンチャンスかもしれないし、僕持ってないんでノーチャンスかもしれないですよね。最後のスーワン持ってるかもってことですね、うん、歌はもう手詰まっててヤンワンが一番安全そうな牌だったかもしれない、うん、
さあ今親のリーチをかけています。残りはどれだけのいるんでしょうかね。結構対応してるように見えますけど、ね、この次ですね、トイメンどうだ、うん、あ、アンパイあった、アンパイあったのにヤンマン来たってことは来てましたよ。今降りたかもしれない、降りたかもしれないし、まあ、スライドできてるかもしれない、はい、1,2,3 に数ピンいったら1ピン切りますもんね、うんうんうん、むむむワンチャンスじゃないですか。ワンチャンスかノーチャンスか、でもノーチャンスの人が2人いるっていうのねおかしいですよね、場に見えてない範囲で。アンパイがないのかもしれない、うん、どうなんでしょう。ちもちゃんの方はベタ折りしてそう、うん、これでもうだいぶ降りてそうですね。そうですね、はい、あとは上茶だけ。イーマンは筋、うん、筋でも当たってもおかしくない牌ですからね。これはひょっとしたら白が統一かもしれないですね。ギリギリ粘ってる可能性もあるとか、ね、ありますね。結構安全そうな牌って多いと思うんですよ。赤ピン来てますからね。だっても俺のせいです。ウーピンとかローピンが切れない。そうです、石橋さんのせいですよ。やっぱ日頃のあ、でもウーピン全部見えてるんで、もうサブロン。あ、そっか。もう変ですね、うん。シャンポンとかになっちゃいますね。そうですね。通りそうな範囲だいぶありますね。ってことは、まあ来てますね。ちょっと頑張りたいな。はい、ん？シャンピン、これは結構見てそうだな。受けたかもしれない。はい、実際もこれくらいずっと考えてます？リーチかけた後、まあ、そういや考えてないですね。はい、その考えてたらな、アンカー知らせちゃったりするんで。危ない、はい、まだ出てないですかな、うん、小林さんも言ってるんで、あのリーチ後は休憩休めと、はい、うん、あとツモ番は1回ですか。そうですね、ちょっとこれはどうやっても無理だったかな。まあでもこれで1人転売だったら十分ですよね。まあ、威圧も込みで、うん、いいリーチにはなったかもしれない、うん、積もることはできませんでした。さあ両局です。天杯の方は開けてください。一人天杯サブロッソです。じゃあ他の3人の皆様も開けてください。全然白統一じゃなかった、うん、手詰まってたのかな。あ、違う、一応来てたんですね。そうですね、うん、一応頑張りたかったイーシャンテンとかですかね。ヤンピンがあったからすごい広いイーシャンテンだったんだ、うんうんうん、そうですね、うん、あとはいやでも実際にばらけてました白、うん、親で見事3選手下ろすことに成功し、うん、1人転敗、はい、これは大きいですよね。そうですね、この手であの1人転敗で終えたっていうのはいいですね、うんうん、さあまだまだ親が続きます。どこまで加点していくんでしょうか。皆さん次回もお楽しみに。